新潟県道50号小出奥多々見線は、新潟県魚沼市内を通る新潟県の県道である。上折立、奥多々見ダム間は、奥多々見シルバーラインと呼ばれる。奥多々見シルバーライン、上折立川奥多々見ダム起点である、魚沼市本町から市内大沢、むぐ沢、湯の谷芋川を経て、奥多々見に至る道路。国道352号と並び、小出奥多々見を結ぶ。 幹線道路として機能している。県道50号は国道352号とともに、佐那市川に沿うように通無倉沢温泉、芋川温泉など、湯の谷温泉郷の温泉場を抜け、湯の谷芋川から上折立てまでの約 3km の間は、国道352号と重複区間となる。大湯温泉手前の上を離立で北側へ分岐し、上折立てから、 奥多田見ダ,ダムまでの区間は、奥田ダ見シルバーラインと呼ばれる。この愛称は、江戸時代に奥田ダ見地区で銀が産出されていたことにちなむ。全長 22.6km のうち 18.1km をトンネルが占め、計19本のトンネルからなっている。奥田ダ見シルバーラインの南側で並行して走る、国道352号は、上折立一等にある難所のしおり峠を越える。 勾配が急な境外区間である。このため、奥多田見シルバーラインはこの区間のバイパス道路としても、機能している。ただし、二輪車、軽車両及び歩行者は、通ることができない。奥多田見シルバーラインは、奥多田見湖畔で終点となる。県道50号は、奥多田見ダ,ダムからさらに、多田見川に沿って北上し、上、大鳥橋南湖が終点となる。その先は、 福島県境に沿って南合津郡日野江又村の村道を、さらに只見町の町道となり、下流にある大鳥ダム先に至る。新潟県は2007年12月26日、新たな再入荷化保策の一環として、県道の通称名に施設命名権を導入する方針を発表した。県は、同年度から沿線の景観が良好な県道について命名権導入に向けた。 検討作業を進めていた。同年6月に県民を対象に実施したアンケートでは回答者の約7割が命名権導入に賛成したほか、県内の企業を対象にしたアンケートでも関心を示す企業が複数現れたことから、道路の維持管理非年室を目的として導入に踏み切った。企業が管理する指導では、同年3月1日、神奈川県の箱根ターンバイクが 命名権導入に伴い、東洋タヤーズターンパイクと解消した例があるが、行動への導入例は、当時全国初とあって、注目を集めた。そして県は2008年1月31日、県道の命名権募集の第一弾として、東県道の一部区間と新潟県道565を、田沢省栗山線の二路線を対象とした、売却先の募集要項を発表した。公募期間は、 同年4月1日から9月30日までとし、売却希望額は、シルバーラインを年額1000万円以上、ウオルマスカイラインを800万円以上、契約期間はいずれも10年以上を条件とした。加えて、故障は、各路線固有の歴史や文化を考慮したものかつ、公助領続に反しないものとして、故障決定には、沿線自治体の同意を前提条件とした。このうち、 契約金額について、当事件側は年間の維持管理費用の約半額程度を想定して設定したと説明している。だが結局、公募期間終了までに売却に名乗りを上げる企業は現れなかった。公募期間終了後、県側に対して設定金額が高すぎるとの指摘があった。さらに、両路線とも大部分が登記閉鎖となることなども指摘された。 こうして、結局に路線とも、命名権の売却計画は事実上頓挫している。シルバーラインはもともと、ただみ特定地域総合開発計画の根幹事業である、国内最大級の貯水量を誇る奥ただみダムの建設工事を道路として3年の歳月をかけて建設されたもので、全線の80%がトンネルという難工事の末に1957年に完成した。 ダム完成後は維持管理用の道路として電源開発が所有していたが、1969年に県に譲渡され、1971年8月から観光道路として一般車両に開放された。当初有料道路として供用されていたが、1977年4月から一般県道として無料開放され、その後に主要地方道に指定された。 ウオヌマシドウウツ55線発光岩、トンネル高校明神トンネルと交差している。奥見シルバーライン区間のトンネルには急カーブ、急勾配、そほり部分、湧水が随所にあり、さらに交差点がトンネル内に設けられているなど、一般に見られるような道路トンネルとは大きく異なる。極めて特徴的かつ得意なものとなっている。また、奥畳シルバーラインは二輪車、軽車両、 歩行者は通行禁止で1月下旬から4月中旬に冬季閉鎖となる。トンネル奥畳シルバーラインのトンネル内奥畳シルバーライン区間約 22.6km のうち約8割がトンネル区間である。19本あるトンネルはところどころ連続して繋がれており外交が差してくるところはほんのわずかであるところから1本のトンネルのようにも見える箇所がある。 内壁は、素彫りのため、岩肌が露出しており、水が染み出している場所も多い。ここに記載しているトンネル名はすべて奥畳、シルバーライン区間のトンネルである。蒸気の距離にスノーシェットの距離は含まない。道の駅道の駅有の谷銀山港奥畳は、越後三山畳国定公園の区域にあたり、一年の約半分が雪に覆われる。奥畳ダ,ダムは、 包み高157メートルを有す日本最大の重力式ダムである。ダム周辺はこの地区の。また、夏の観光シーズンにシルバーライン内を走る南越後観光バスの路線バスが設定され、航路や予約型バスと組み合わせて、上越新幹線浦沢駅宇野谷温泉橋、奥多ダミダム小瀬口小瀬沼山峠日野江また、合鉄道藍津高原小瀬口駅の周遊が可能である。 前述の通り奥多田見シルバーラインは1月の3月に冬季閉鎖となるため本路線以外の交通アクセスがない奥多田見丸山スキー場は本路線の冬季閉鎖中に営業を休止するスキー場として知られる営業期間は11月下旬5月中旬という変則的な運営形態となっているシルバーライン作用部にある奥多田見ダムは後に漫画 映画としても展開されたホワイトアウトの原作小説の舞台となったことでも知られている。作品においてシルバーラインは犯人グループに爆破され放落している。奥多々ミシルバーラインに関するカテゴリー。ありがとうございます。